1915年8月のケフケンジマオキ海戦は、第一次世界大戦中の1915年8月23日に、国会にあるオスマン帝国領のケフケンジマオキで、ロシア帝国海軍国会艦隊とオスマン帝国海軍との間に発生した海戦である。水上艦隊と潜水艦が共同して作戦にあたり、成功を収めた当時としては、稀なが例として知られている。 1915年の夏の間、オスマン帝国は石炭を積んだ何隻かの輸送船を、ゾングルダクの炭鉱地区から首都イスタンブールへ送る、ことに成功していた。これに対して、ロシアも手をこまねえてばかりいるわけではなかった。8月16日にも、オスマン駆逐艦、ヌムーネーハミエトは3隻の輸送船、エレソス、イ・リルや、政府を護衛し、ゾングルダクへ入港した。輸送船は、 一万トン近くの石炭を積載することになっていた。積み荷の積載作業中に、ロシア国内では有望で知られた、VV トルベツコイ海軍大佐指揮下のロシアの艦隊水雷艇、V ストルイとプロンジーテリヌイが港へ接近を試みた。しかしながら、遠平防波堤によって行く手を遮られた艦隊水雷艇は蒸気船を砲撃することができず、 この時はただ自意的に北へ走り去った。オスマン船団は無事に石炭の積み取りを終えた。この頃にはロシアは水上艦艇以外に新しい潜水艦隊の活動を従前に増して活発化させていた。8月21日には潜水艦ネールパがケフケン島とボスポラス海峡の間の海域に到着し同海域で警戒に当たっていた潜水艦 チュレーニと交代した。8月22日から23日にかけての深夜、ヌムーネーハミーエとを伴った、オスマン輸送船団は港を後にした。午前5時、輸送船団は、防護巡洋艦、ハミディエ及び、駆逐艦、ムアーベネティミリエと合流した。輸送船団は、岸側を航行し、ハミディエと2隻の駆逐艦がその沖側について、これを護衛した。行き先は、 イスタンブール、輸送船には首都に供給するための石炭が満載されていた。一方、8月20日から炭鉱地区への攻撃作戦に従事していた国会艦隊の艦隊水雷艇、ベスポコーイヌイとグネーブヌイは、いち早くオスマン船団の出航を察知した。両艦は、沖合で警戒についていた潜水艦、ネールパと艦隊水雷艇、ブイーストルイ及び、 プロンジーテリヌイに、これを知らせた。ネエルパは、サカリア川川口付近にて、敵護装船団を発見し、付近を警戒中の艦隊水雷艇に、無線通信にて通報した。ケフケン島沖に差し掛かった時、オスマン帝国の輸送船団は、ロシアの艦隊水雷艇の迎撃を受けた。戦闘の火蓋は6時40分に切られ、 66から76鎖の距離から砲撃が開始された。距離が大きすぎたことから、オスマン帝国の駆逐艦は、戦闘に参加することができず、戦闘はもっぱら、ハミディエとロシア艦の間で行われた。この距離では、ハミディエも搭載する砲のうち手法の 152mm 砲しか使うことができなかった。しかも、それはすぐに使い物にならなくなった。 艦首に搭載した 152mm 砲は、最初の砲撃で使用できなくなり、完備な砲だけで33発の砲弾を発射した。ロシア側の射撃が上手かったのかオスマン帝国側の射撃が下手だったのかはっきりした原因はわからないが、いずれにせよ、すぐに、ハミディエは、輸送船団を見捨てて逃げ始めた。二隻のオスマン駆逐艦もまた、すぐにその後を追った。ハミディエは、 巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムに救援を求め、ヤウズスルタンセリムは午前9時にボスポラス海峡から姿を現した。ハミディエはロシア艦の射撃から逃れようとしてがむしゃらに起動した。しかし、そのために輸送船からはどんどん遠ざかっていった。その後、潜水艦、ネールパの潜望鏡を見つけたことから、ハミディエはますます激しく回避起動し始めた。 ロシア艦隊は、ハミディエが、船団から遠ざかるのをただ待てばよかった。9時23分、ロシア艦隊は東に転進して一直線に、輸送船団へ向かった。間もなく、ハミディエも反転して、ロシア艦隊を追い始めた。ハミディエの反転は、水平線上に、味方の巡洋船艦の煙を見つけて、大胆になったためだと推測される。しかし、ロシア艦隊は、 ハミディエが追いつくよりも一足先に目標にたどり着き、10時20分に輸送船へ向けて、訪問を開いた。敵艦が接近するのを見た、オスマン輸送船は、サカリア川付近に座礁を試みた。座礁した、オスマン輸送船には、ロシア艦の砲弾が命中し、前線が火災を生じた。ヤウズスルタンセリムの到着は遅すぎた。その上、ネールパを警戒したため、 この海域での戦闘を引き延ばすことを避け、積極的に戦闘に加わらなかった。一方、その間に、ネイルパは、第三の目標として、石炭を積んだ橋家を栄光していた引き船、聖ヤルを発見し、すぐさま、橋家ごと砲撃によって撃沈した。引き続き付近で活動を続けていた、ネイルパは、8月24日に、ケフケン島沖で、 ヤウズスルタンセリムに対し攻撃を仕掛けたが、失敗に終わった。ヤウズスルタンセリムは、距離1600メートルから潜水艦に反撃し、主砲の283ミリメートル砲弾を浴びせた。このため、ネエルパは、急速潜航を余儀なくされた。その後、ネエルパは、8月27日にケフケン島海域から撤収した。ロシア艦隊は、 一方的に3隻のオスマン船団を全滅させただけでなく、衛船と石炭を搭載した橋家まで沈めることに成功した。オスマン側が失った石炭の量は、船団の分だけで1780トンに及んだ。ありがとうございます。